じゃじゃーん、キャンキャン、ヒーローズのカードの配布日だったのでもらってきました。すっごいキラキラじゃない？ UR が無料でもらえるっていうの素晴らしいよね。ありがたき幸せ。このキラキラ感、虹色に光ってるんだよね。多分これ見てる人はもうもらった人がほとんどだと思うんだけど、すごいねこれね。すごいかっこいいカード。来週もすごい楽しみで、みんな知ってると思うけど、ゴッドカメハメハめっちゃかっこいい。超時空切りっていう最新の超アビリティ持ってるからね。で、3ラウンド目以降アタッカーにするとね、兵が時空をシャキーンと切ったね。キットの、え、なんつった今。ベジータを召喚するんだって。やった。え？必殺技フルチャージファイナルフラッシュで大ダメージ与える。さらにね、成功するとダメージがアップする。そしてアビリティは守りの一手です。サポーターにするとそのラウンドで自分チームが受けるダメージを 40% 軽減するっていうカード。私がいた時はまだちょっと余ってたようなので、まだもらってない人、もらった方がいいよこれ。すっごいかっこいいわ。それで、カードをもらいに行ったら、この気になってた悟空がなんと取りやすい台にあったんです。どうしようかなって思ってたんだけど、ちょうどね取りやすい台にあったので、よかった、取れたよ。久しぶりの UFO キャッチャー。中開けたらね、こんな段ボールで頑丈にちゃんと入ってました。じゃじゃーん、開封。おお、おお、悟空だ。あ、超かっこいい。これちょっと組み立てて、うわでかい、思ったよりも結構でかいな。じゃーん、過ぎてくっていうね。これかっこよくない？持ってる人わかると思うんだけど、かっこいいよね。何このクオリティの高さ、かっこいいなここ。でこれね、なんか箱にも書いてあったんだけど、こっちのこの正面の拳と後ろの拳、大きさがちょっと若干違うんだって。こっちの方が 5% 大きくしてるらしい。ちょっとわかんないけどね。筋肉がすごい、もうなんかバッキバキだし、もうこれ首筋とかかっこいい。この感じね、この感じとか。後ろもすごいんだよね。俺ね、なかなか鍛えられないですよこれね。なんかあの影っていうか、暗くなるところはちゃんと濃いめに塗って、なんかいい感じ。これすごいチクチクする。これすごいチクチクする。塗ってるかな、ここ塗ってるっぽいな。ここもねすごいの、この破れ具合。これすごいよね。なんかすごい。このね、靴の部分とかもね、凝ってるな。あ、ここ刺すんだって。どうやって飾ろうかね。ここ正面で飾ってもいいと思うけど、横からもなんかかっこよくない？あ、チクチクしてたからなんか跡ついちゃったよ、指に。ここのね、ツルツルしてる。髪の毛綺麗。顔がね、めっちゃかっこいいと思うんだよね。体もすごいね、ちゃんと作られてていいと思うんだけど、この手もすごいんだよね。もうシワとか爪の部分とか、手の感じがすごい。なんか男の人の手みたいな。こっちなんかね、これ血管じゃないかな。血管かな。ピーってなってる。台座につけてみました。いつも、この組み立てがきつかったりね、分かれて入ってたけど、組み立てるときにきつかったり、この台座がなかなかね、こう、できなかったりっていうのがあるんだけど、今回は、すごい、簡単にスッとできました。これちょっとね、斜めに飾ってみてもかっこいいと思うんだよね。横顔がこんな感じかな。あ、ここの角度もかっこいいと思うしね。で、このフィギュア自体はちょっと前に出たフィギュアなんですけど、ネットとかで売ってるの見たことあるので、欲しいなって思った方はぜひね、ちょっとチェックしてみてください。多分まだ売ってると思うので。ということで、今回はこの超かっこいい身勝手な極意の極フィギュア開封動画でした。これ、もらってない人忘れずに。